サウンドプロデューサーはファイナリスト5名がシーズンフィナーレで歌う楽曲のアレンジを担当。さらに歌や選曲のアドバイスも行う。その役目を担うのはこれまで審査員として彼らを見届けてきたこちらの4名。さらにミーシャ、中島美嘉などを手掛ける富田圭一が初参加。それぞれファイナリスト5名とシーズンフィナーレに挑む。今夜最初の挑戦者はこの男。お客様から連絡来たり対応を電話でしています。いや、とりたい毎日ですよ、本当に。いいですか？テレフォンアポイントのアルバイトをする30歳、最年長、歌にしがみつくフリーター、宮本武久。こちら、はじめまして、宮本と申します。富田と申します。圭一と申します。はじめまして。はじめまして。失礼します。すると、靴下がちょっとなくて、一足にしてもらって、ごめんね、靴脱ぐの。あの、決してふざけてるわけない。いやいやいや、すいません。どうぞ。富田ラボ、自らもアルバムをリリースし、音楽業界の第一線で活躍する人物。テレビの放送でも何度か見させていただいて、はい、スキルであるとかね、そのクオリティという意味では本当にね、群を抜いてるっていうふうに思ったんですよ。だから、まあ、そういう人と今回やれることになって、それはすごく嬉しいんでね、ぜひ良い感じにやっていければと思っています。怖い。いや、あの、僕は怖くないんで大丈夫ですけど。早速フィナーレで歌う楽曲の選択。富田は宮本の歌声を聞き、ある思いを抱いていた。まあ、君はバラより美しいとかも歌ってるから、うん、いわゆるその歌謡的なものというか、まあ、歌謡曲って言われてるものも好きなんだろうと思ったんだけど、走るほどに笑うほどに夢見ながら愛しながら、バラより美しい、ああ君は変わった。せめて少しはかっこつけさせてくれ、寝たふりしてる間に出て行ってくれ。歌謡曲的な歌い方、しまわしとか、一つ世代は新しい感じの歌い方だと思うのね、うん、でその歌い方は僕は非常に好きで、でその歌い方で、その本当にど歌謡ではないものを歌うとすごくいいんじゃないかって思って、なんかその気分が、あの、僕の選曲にはすごく現れているような気がする。そんな富田が宮本のために選んだ曲、それが、もう愛せないと言うのなら、友達でも構わないわ、果てしお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ああ、こちらこそありがとうございます。歌った曲のことはないです。あのメロディー感、あの、なんていうんですか、世界観は、まず音に出したことがない。デイビッドもそうですし、W もそうですけど、両方ともすごい良かったよ、うん。初めて歌う楽曲に戸惑いを隠せない宮本。しかし富田は、まあ、実はだから、そのこの曲はね、僕はその宮本さんをって思った時に、あの、最初に思い浮かんだ曲だった。そうだったんですね、うん、あの、バラしてしまうと、ネタバレをしてしまうと、想像通りに歌ってくれてすごい嬉しかった、うん。実際に会ってもその評価は変わらなかった。続いて
宮本が選んできた曲を歌うことに。宮本さんが今日お持ちになった曲をちょっとやってみましょうか。はい、あ、はい。あ、ダメでした？なんか正直、うん、やんなくてもいいかなと思いました。今日ちょっとやっぱ先生の話聞いてたら、そっちの流れの音がいいかなっていうのが正直な意見ですね。ああ、なるほど。はい。うん、ありがとう。正直オーディションの時はもう自分しか、まあね、手綱がなかったんであれですけど、うん、でもまあその分勝負してきたつもりだったんですけど、まあ、その勝負したところ評価してくれた上で、その上で次の選曲をしてくれてるので、うん、本来のなんていうんですか、ボーカリストとしての方に集中できるのかなっていうちょっと嬉しさもあったりして、うん、歌い手としてのすごいなんかこう満たされてしまいました。ちょっとなんか、はい、だからこそなんか勝負してよかったなと思いました。これまで、はい、これまで、それを評価してくれた上での判断なのがすげえ嬉しいですね。はい、30代に、未だに歌にしがみついてやってます。夢と現実の狭間で一人もがき続けてきた30歳。そんな自分を認めてくれる心強い味方が現れた。全部いいね。全部いいね。いや予想通りやっぱりスキルフルだなというか、うまいなというふうには思いましたね。あと、うん、なんかいいやつでよかった。話し合いしてもう腹が決まりましたね。だいぶ覚悟できました。急ぐんで。もうバイト急ぐんで。本当に。あ、お疲れでした。じゃあ。その背中には喜びと嬉しさが溢れていた。歌にしがみつく男の最後の戦いが始まる。半年間の戦いを勝ち抜いた5名、頂点に立つのは誰か。5名の中から優勝者が決まる。